二十面相の娘は、小原真嗣の漫画作品、それを元にした、テレビアニメ。コミックフラッパー2003年5月号から2007年2月号まで、連載されていた。連載開始前に、同志の2002年10月号に若干設定が異なる、同名の読み切り漫画が掲載されている。全8巻。番外編として、主人公が二十面相一味に加わっていた時代を、描いた。 二十面相の娘うちしよの夜本編の後日談を描いた二十面相の娘少女探偵団がある。またコミックアライブ2008年8月号に主人公と少女探偵団の活躍を描いた読み切り漫画が掲載されている。江戸川乱歩の怪人二十面相や少年探偵団から着想を得ており乱歩の孫に許可を得ている。日本が対戦の参加から ようやく復興し、繁栄を謳歌し始めていた頃、富豪の令嬢三カも千鶴子は幼いながら生きることに疲れ、新しい世界を夢見ながら生活していた。チコの両親はすでに他界し、彼女はおじ夫婦と共に生活していたが、財産の独り占めを狙うおじ夫婦は、日々の食事に毒物を混入し、チコを毒殺しようと企んでいたのだ。聡明なはそのことに気がつき、 おじ夫婦が勧める食事を口にしないようにしていたが、体は衰弱するばかりであった。そんなチコを見かねたのが、巷を騒がす、怪盗、二十面相だった。二十面相は、ミカモ家の攻玉を盗み出すために、ミカモ家に潜入していたが、一番の財産は、チズコ君だと、攻玉と共に、チコを盗み出したのだった。二十面相にさらわれたチコは二十目の愛率いる。 盗賊団の一員として生活するようになる。実の妹のように、チコを可愛がる剣など、優しい仲間に囲まれながら、チコは、外国語や語神術などを習いつつ、盗賊の仕事にも参加し、楽しい時間を過ごした。しかし、楽しい日々は長くは続かなかった。ある日、二十面相やチコが乗っていた列車が、虎と名乗る盗賊の一味に襲撃され、二十面相は、 行方不明になってしまったのだ。チコはその場に居合わせた私立探偵の空根が作に保護され、日本に呼び戻されてしまう。日本で待っていたのは、チコの命を必要に狙うおばとの疑瞞に満ちた生活であった。そんな生活に嫌気がさすチコの心の拠りどころとなったのが、クラスメートの小糸遥とチコの世話役の止めであった。やがて、チコは二十面相の遺産を狙う。 物たちが引き起こす様々な事件に巻き込まれていく。そして、好奇心旺盛な遥は、チコ、遥か、とめの三人による少女探偵団の結成を宣言し、三人は、チコの憧れの男性である二十面相の行方を追うようになる。そして、二十面相の行方を追うチコは、対戦期に二十面相が、密かに進めていた、研究の秘密を知っていくことになる。 すべて MF コミックスフラッパーシリーズより観光。全11巻完結。2008年4月から9月まで、フジテレビタで放送された。ありがとうございます。